手芸店、ちょっと手芸店にね、行ってきたんですけども、ちょっと目についたのがあったので、それでそのマテリアル、フライマテリアルになるかなっていう感じのものを見つけたので、今から巻いてみたいと思います。巻いてるのは10番ですね、針。10番の、これ細いかな、細軸になりますかね。ものはこれです。ワークマンさんとかも今ね、なんか力入れてる。メリノウール、下着にですね。下着力入れてるメリノウールですね。なんか良さそうなので、これを使ってフライを巻いてみたいと思います。ちょっと巻きにくいんでね、短くして。まあこんなのがマテリアルの紹介みたいなもんですね。今日巻き方云々とか、フライがどうのとか言うんじゃなくて、こんなマテリアルがありましたよっていう紹介になると思います。テールはフェザントじゃなくてコックですね。まあ、試しなんで、メリノウール 100% こんな感じのやつですね。これで300円ぐらいです。そうですね、まあ、今回今巻いてるのは一応ちょっと春先大熊まだらでしたっけ。昨年は熊についてたんでね、まあ、余計な話でひょっとしたら熊さんでうまく釣れるかもしれない。
まあこんな感じですかね。ちょっとカットして、まあちょっとフロータント、このフロータントはルーンのフロータントですね。ペースト状のやつです。それを塗って、まあ、ボディとウィングにちょっと塗ってみたいと思います。で、羽の方、こんな感じかな。あ、外せばいいのか。じゃあちょっとこれで、はい、こんな感じ。で、作ってみました。じゃあ浮かせてみますね。フロータント塗ったので。まあ、いくつか先に巻いたやつを浮かしているんですが、実はこれ2日前ぐらいに浮かせてます。で、今作ったやつですね。